こんにちは。今日はですね、ローソンとかで売ってるリラックマの一番くじの発売日だったので、くじを引いてこようと思って、とりあえず10回引こうと思ってさっき行ってきたんですけど、10回引けば多分欲しいのが1つか2つくらいは入ってるって思ったんですよ。3つくらいはいいの入ってるかななんて思って10回引いてきたんですけど、で、そのリラックマのくじの内容が今回はコフレなんですけど、それがすごい可愛くて欲しいなと思って行ってきたんですけど、どんな商品があるかは今ちょっと載せますね、こちらに。で、実際10回やって当たったのがですね、一つだけ B 賞のメイクパレットが当たったんですけど、あとの9個がみんなこちらの、見えるかな、 F 賞のマルチツインカラーっていうやつで、見てください、これが9個当たって、なんかめちゃくちゃショックだったんですよ。私リップとグロスが欲しかったので、絶対3つくらいはそれが入るって思ってたんですよ。だから10回って決めていったんだけど、10回引いて9個これってショックじゃないですか、めちゃくちゃ。で、まあこれが1つ当たったからまあいいんですけど、とりあえずちょっと開けてみますね。欲しい、買ってみたい方もいるかもしれないので参考になるかなと思って。はい、絵はすごい可愛いリラックマちゃんのやつなんですけど、フェイスカラーって書いてあるんですよ。まぶたや頬を唇に軽く伸ばして使ってくださいってことなんですけど、アイシャドウみたく使ってもいいし、チークみたく使ってもいいしってことなのかな。ちょっとつけてみますね。あ、結構滑らかな感じですね。色はそんなにつかないかな。あ、ここに、こんな感じで全然見えないくらい、こっちに今つけたんですけど、でこの茶色い方もちょっとつけてみますね。これほとんどと言っていいほど色あんまりつかないですね。だからちょっと使ってみないとわかんないんですけど、今私どうなんだ、こうやってリップグロスとかに使ってもいいのかなって感じはしますけど、ちょっと使い方勉強したいと思います。こちらリラックマのです。で、あと全部ちょっと開けてみます。はい、また同じリラックマのです。はい、3つ目もリラックマ。はい、4つ目はこちら黄色い鳥さん出てきました。で、こちらですね、ちょっとオレンジがかったピンクと、これはなんだ、白というかシルバーというか、ちょっとこうラメが入ってる感じで、ちょっとつけ、ああちょっとこう色はあまりつかないけど、ラメがちょっと見えないな、これでは本当に色はあまりつかないかなって感じのやつです。これ黄色い鳥さんと、色があまりつかない分あんまりどこに使っても失敗がなくていいかもしれないですね。ポリラックマさん出てきました。これ可愛い色ですよ、すごい。はい、ポリラックマちゃん出ました。こちら可愛い、こちらはどっちもピンクですね。このなんて言うんだろう、サーモンピンクですね。薄いピンクとちょっと青みがかったピンクですかね、これ。え、ちょっと待って、今気づいたんだけど、同じコリラックマでも色が違う。ほら、絵も違うし色も違う。で、こっちはこんな感じ、薄いピンクとちょっとくすんだピンクっていうのかな、ピンクというか。で、こっちのと色を比べてもこんな感じで
しまうの分かりますか？こんな感じです。この色可愛いですよね。この薄い白っぽいピンク、ちょっと手が汚れてきたけど、あこんな感じで、あまりこうちょっとラメが入ってます。これも可愛いですね、すごい。はい、黄色い鳥さんです。リラックマは 3つとも同じなんですよ、絵が。これトリラックマだけ2種類あって、黄色い鳥さんは2つとも同じ色と同じ絵ですね。たまたま同じ絵だったのか違う絵もあるのか、どっちなんだろう。最後です。 1,2,3,4,5,6,7,8。 あれ1個足りない。あった。あれない、1個足りない。あ、次はリラックマです。リラックマちゃんは リラックマちゃんです。またリラックマが全部で4つ、同じ色と同じ絵です。黄色い鳥さんが2つ、これも同じ絵と同じ色です。リラックマちゃんが中身の色もちょっと違くて絵も違う、可愛いですね。最後にこちらの B 賞だったメイクパレット、これも開けてみます。これが当たってすごい本当良かったと思って、こんな感じでリラックマって書いてあって、ちっちゃいリラックマの絵が書いてあって可愛いですよね、すごい。はい、じゃあ開けてみます。こんな感じでこういう風にちゃんとこれもついてて、で色がねすごい、アイシャドウが 1,2,3,4 種類と、リップ&チーク、これが2種類入ってます。で、こちらちょっとパカッと開けて、ちょっと直接つけたいんですけど、今メイクしてるので今つけられないので、まあ、今回は商品紹介ってことなのでちょっとつけるのはパスしておきます。色が結構可愛いですよね。で、入れ物もすごいめっちゃ可愛いんですよ。ほら、リラックマ好きな方は絶対欲しいんじゃないですか、これ。ただね、これこの入れ物が紙でできてるんですよ。あの丈夫な紙ではあるんですけど、プラスチックではない紙でできてるっていうのがちょっと難点かな。でも、まあ、可愛いので、もし好きな方はくじ引いてみてはいかがですか。で、私本当はリップグロスと口紅が欲しくて、できれば A 賞も当たればラッキーかななんて思ってたんで、ちょっと納得いかないので、あともうちょっとだけ引いてみようかなと思って、後でまたリベンジしに行ってきたいと思います。はい、もう一回ローソンに行ってくじを2回引いたんですよ。まずそしたらまたこの B 賞が当たって、同じさっき紹介したメイクパレットが当たって、あと一つまた同じこの F 賞のツインカラーっていうのが当たったんですけど、絵はやっぱりリラックマは同じやつで、2回ずつやっていこうと思ってもう1回やったんですよ。そしたらなんとですね、 A 賞が当たりました。すごい、やったー、めっちゃ嬉しくてね、なんかレジの前で飛び上がっちゃったよ。で、ちょっと開けてみますね。ちょっとここ照明ないんで暗いかもしれないんですけど、じゃん。あれ？これ見てくださいよ。めちゃめちゃ可愛い。で、これを見て。こんなに可愛い。コロコロして。で、ここパカって開けると、ん？フェイスカラーって書いてある。これとこれがあって、はい、これで、これシールが貼ってあって、剥がしたんだけど、なんかこれうまく剥がれなくて汚くなっちゃったんだよね。これは玄関のところに飾りたいと思います。ではここまで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。